プランタソラール10は、スペインアンダルシア州セビリア県サンルーカルラマイオルに、ある、太陽熱発電所。タワー式の太陽熱発電所で、商業運用されたものとしては、世界初の施設である。なお、名称に、10とつくものの、定格出力は11メガアットである。参考までに、スペイン語でプランタは、工場設備を意味し、ソーラーは、太陽のを意味し、略称で、 PS10 と呼ばれることもある。また、英語圏では、PS10 ソーラーパワープラントすなわち、PS10 太陽熱発電所といった呼ばれ方もしている。プランタソラール10は、スペインアンダルシア州の州都セビリアから西に約2 0トルの場所に立地している。このあたりは、比較的乾燥した地域で、特に夏は乾燥しており、降雨は冬に集中する地域である。 プランタソラ R10 では少なくとも1日あたり9時間の日照が年間3 2 0日ほど得られ、さらに消しの頃に至っては1日あたり15時間の日照が得られる。このような好条件もあり、この付近では次々と太陽熱発電所が増設された。例えば2009年にはプランタソラ R10 の改良型にあたり、基本的な発電の仕方は同様である。 プランタソラール20が運転を開始した。さらに2010年にはパラボラトラフ式のソルノバ太陽熱発電所も一部が運転を開始した。プランタソラール10のソーラーパワータワー。プランタソラール10の敷地面積は約0.6平方キロメートルである。プランタソラール10ではヘリオスタットと呼ばれる巨大な稼働橋を624個用いて ソーラーパワータワーに太陽光を集中させ、それを熱源として発電を行っている。ヘリオスタットはすべてアベンゴアソーラー射程であり、それぞれのヘリオスタットの反射面は120平方メートルの大きさである。ヘリオスタットで受けた太陽光を高さ115メートルのソーラーパワータワーの頭頂部に向けて反射している。なお、 ソーラーパワータワーの設計と試行を行ったのはテクニコルテクナコスレイニーダス社である。このソーラーパワータワーの頭頂部にはアルタク社が設計して試行した40層からなるレシーバーが設置されており、ここでヘリオスタットによって反射された太陽光を受けている。これによって約50アトム摂氏275度の水蒸気を作り出すことが可能であり、 そのエネルギー変換効率は約17%である。さらに、ソーラーパワータワーの頭頂部には蒸気タービンも設置されており、発生させた水蒸気で蒸気タービンを回転させることによって発電を行っている。すなわち、気力発電を行っているのである。出力は11メガワットである。なお、プランタソラール10で発電を行うことによって、 年間60万トンの二酸化炭素を大気中へと放出しなくて済んでいると見積もられている。プランタソラール10は2004年に建設が開始されて2007年3月30日に商業運転が開始された。タワー式の太陽熱発電所としては世界で初めて商業的に運用された。プランタソラール10の運転成功でより多くの蓄熱が可能な大規模な 太陽熱発電所建造が可能であることが示唆された。そして実際に同じくタワー式の太陽熱発電所としては2009年に運転を開始したプランタソラール20に引き続き2014年にはアイバンパー太陽熱発電所が運転を開始するなどした。またプランタソラール10の運転結果から溶液樹を使うなどして 太陽熱を蓄熱する部分の熱容量を増やすことで長時間にわたってロスの少ない運転ができるのではないかといったことも考えられた。他に相変化を起こす物質を利用することによって潜熱を利用した運転できる可能性も考えられこの場合相変化を起こしている最中は温度が変化しないためにより安定した発電ができる可能性が考えられた。ソルルピセスホームページ solarpaces.org オリジナルの2012年2月10日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 2 1 0 1 5 2 8 5 1 h t t p w w w s o l a r p a c e s o r g t a s k t a s k 1 p s 1 0 h t m 2 0 1 2年1月25日閲覧 アベンゴアソーラー、プランタスソラレス、プランタスパラタセロス、エスパーニャ。2016年5月31日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2016年5月31日閲覧。a ビ f ァースト EU コマーシャルコンセントレイティング、ソーラーパワータワーオープンズインスペイン、ens-newswir.com e http://www.ens-newswire.com/ens/mar2007/2007/03-30-02.asp2012 年1月25日閲覧グラハム、カミング、ジョン、ザ・ギーク・アトラス、128プレイセズウェアサイエンス テクノロジーカムアライブ、オライリーメディア、P112、ISBN 9780596523206、https://books.google.com/.books、books. id=" ヘックレイ951ユック&、ピコグラム ="PA1122012 年3月1日、閲覧。 イナウグラダ・ EN ・ソン・ルーカー・ウナ・プランタ・ソーラーク、プリデューシュラ・エネルギア・パラ・ペースト・サー、エートー・ラ・セビーリャ、エル・ペイズ・ S、31、03、2007ハット、アベンゴア・オープンズ・ザ・ファースト、e ・ EU ・コマーシャル、コンセントレーティング・ソーラー・パワー・タワー、RENEWA ・ e e、BLEENERGYMAGAZINEE.com、2でアブリルで2007ハット PS10、PS ラプリメーラトーレコメロスイアルデルムンド、ハットラエネルギアソーラーコミーンザエー、プリアー、エルペイズドットコム、27、レーコ、2007、イナグラダイエヌソンルーカーウナプランタソーラーク、プリデューシラエネルギアパラーペイストサー、エートーダセビーリャ、エルペイズ、S、2007年3月31日へ閲覧。ありがとうございます。